平成15年4月、埼玉県総合リハビリテーションセンター内に厚生労働大臣認定健康増進施設を開設しました。障害のある方が住み慣れた地域で自立した健康づくりやスポーツ活動ができるようになることを目的としています。期間を定めてトレーニング指導や健康管理指導、情報提供及びアドバイスを行う施設です。トレーニングの様子をご覧ください。車椅子を利用している方、装具や杖を利用している方、視覚障害、知的障害、高次脳機能障害など様々な障害のある方がご利用しています。個人の体力や障害の程度に合わせて運動プログラムをご提案します。個別のトレーニングの他にも卓球やバドミントンなど楽しみながら健康づくりを行います。体育館ではボールを使った種目やラケット種目で立位バランスや空間認知能力の向上を目指します。空気圧式のトレーニングマシンで筋力アップを目指します。有酸素運動で全身持久力のトレーニングを行うことができます。下肢装具をつけたままでも利用できる背もたれ付きのエルゴメーターもあります。トレッドミルはスピードや角度を調整することで運動負荷を変えることができます。肩麻痺の方の歩行能力の向上に適したマシンです。車椅子で利用できるトレッドミルもあります。投げる動作を通してバランス能力を高めるトレーニングを行います。バランスボールでは上下に弾んで下肢や体幹の筋力、バランス能力を高めます。グラウンドにはテニスコートを完備しています。テニスの基本となる車椅子操作やストロークの練習を行います。プールでのトレーニングの様子です。25メートル6コース、水温約 31.5 度の温水プールを完備しています。実施期間は5月から10月までです。安全に出入りできるようスロープとリフターがあります。泳ぐことだけが目的ではなく、水中で安全に動く方法や呼吸法を身につけます。麻痺の状態に合わせて両手のみや片手片足で息継ぎしながら泳ぐことができます。利用の流れをご説明します。まずは見学の予約をお願いします。直接体育館にお越しいただくか、電話やメールでも受け付けております。利用の説明と見学は看護師が対応いたします。必要書類が揃い次第体力測定の日程を調整します。初回の体力測定は心電図を確認しながらマンツーマンで行います。ご本人に合ったトレーニング方法を指導員がご提案します。年に数回スポーツイベントを行っています。当センターで考案された4面卓球バレーは県大会も行われています。ボッチャはパラリンピック種目でもあり、とても人気があります。ナイスショット、拍手喝采です。並びっこベースボールは誰でもできるように野球をアレンジした種目です。フライングディスクでは練習を続けて全国障害者スポーツ大会を目指す方もいます。体力測定と評価についてご説明します。12分間走、25メートルの直線を12分間往復し走行距離を測定します。スタミナや全身持久力を評価します。往復走は30秒間でターンした数を測定します。筋持久力や車椅子操作能力を評価します。下肢筋力測定、膝を曲げ伸ばしする力や左右のバランスを測定します。
麻痺している足の力も数字で明らかになります。体力測定の結果は障害別の5段階評価で知ることができます。体力の変化は一覧表で見ることもできます。看護師による健康指導も行っています。安静時エネルギー代謝測定、安静剤での呼気ガスを分析することで食生活の見直しに役立ちます。内臓脂肪測定、腹部の内臓脂肪量を推定し肥満度の判定に用います。血圧や体重、食生活など定期的に看護師が健康指導を行います。当センター OB からのメッセージです。東京2020パラリンピック競技大会車いすテニスクアードダブルスで銅メダルを獲得された菅野浩二選手です。菅野選手は当施設の OB です。僕は権利派で同じような障害を持った人たちと出会い、仲間もたくさんでき、車いすテニスに出会って競技を始めました。リハビリ生活は辛く大変なことだと思っていましたが、車いすでも仲間とスポーツが楽しめることを権利派ではたくさん教えていただきました。退所して20年経ちますが、これからも権利派がそんな場所であり続けてほしいです。応援ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。ご利用者からのメッセージです。施設を利用したきっかけを教えてください。はい、入院している時に病院のケアマネから紹介されて、運動がしたかったので退院してすぐ来ました。この施設を利用して良かったことは何ですか？はい、体力はついたし、仲間もたくさんできました。同じような麻痺の人とかお話ができてとっても楽しいです。先生方もとっても優しくてフレンドリーで楽しい施設です。これからの抱負を教えてください。はい、ここに来て卓球もできるようになりましたし、試合とかも出てますので、体力をもっとつけてもっと大きい試合とか出たいと思います。ご利用お問い合わせお待ちしています。